こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。中央区の子育てというと姫ママさんという名前がどんと出てきます。ありがとうございます、ね、気がついたらもう8年経ってまして、はい、最初は勝ち時、月島を中心にスタートしてたんですけど、うん、今は聖路加のチャペルコンサートを開催したりだとか、はい、あとは、まあ、レストラン、日本橋や銀座のレストランで食育レッスンなどもいろいろされています。こちらぜひホームページありますのでね、姫ママで検索していただければ、ありがとうございます、ね、見ていただきたいと思います、はい、今日はこの後フラダンスとかけっこ教室なんですよね。そうなんです。どちらも親子で9月から、フラのレッスンをしていますので、まあ、一生懸命今日のために、今日のステージのために頑張ってきた、親子たちもフラを、はい、皆様アロハ。今日は姫ママフラダンスチーム、まだ発足したばっかりのチームですが、一生懸命踊らせていただきます。フラレッスン、あとハワイアンリトミック、子どものフラレッスンとありますので、ご覧いただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ママよかったね。かけっこ自体がもうどのスポーツにもこう、まあ、どんなスポーツをやっていても本当にベースになるもの、はい、そうですね。ですので子どもの身体能力をアップするという意味では非常に大事なものになってきます。まあ、そこ の、 動きのクリニックさんからコーチをお招きしていますので、はい、ぜひ見ながらお子さんも一緒に真似できるようなことも途中でありますので、はい、運動神経が伸びる期間っていうのは限られてます。ずっと伸び続けるわけじゃないんですね。運動神経っていうのはだいたい10歳11歳ぐらいまでで発達しきっちゃいます。させてください。もうどういう遊びでもどういう運動でも構いません。どん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 外遊びさせてください。それが一番近道なんですね。動きのクリニックで伝えてる動きの、ポイントを3つ。まず1つ目は腕を大きく前に振る、はい、腕を大きく前に振るですね。それから2つ目、膝をまたはももですねを高く上げる。そして3つ目、足のかかと分かりますよね。地面につく足をかかとから入っていくってことです。で今心くん腕を伸ばしてますね。これを、腕を90度に
まあ、90度ってお子さんに言っても分かりませんから、それを見てあげてください。腕下ろっか、はい、腕折って、はい、 OK、 そのまま、はい、顔前、顔前、顔前ね、はい、で今度足踏みも一緒にやろうか、1、2、1、2、1、2、この時に、保護者の方に見ていただきたいのは腕の振る方向と膝、足の方向です。膝とですね、足がちゃんと進む方に前に向いてるっていうことがすごく大事です。はい、腕振り、腕振り、腕振り、はい、足を高く、足を高く、腕も振ってね、ひよこ、はい、はい、以上です。はい、お手伝いいただいた心君に拍手をしてください。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。